東アジア。東アジアは、ユーラシア大陸の東部にあたるアジア地域の一部を指す、地理学的な名称である。北西から、モンゴル高原、中国大陸、朝鮮半島、台湾列島、日本列島などを含む、北東アジア、東北アジア、極東、東亜などと呼ぶ場合もある。東アジアは、太平洋に接するユーラシア大陸東岸に位置し、約 176万平方キロメートルの面積を占める地域である。地理的な区分として、北は天山山脈からモンゴル高原、アムール川、国流港まで、南は雲気高原の地域であり、東は日本列島や台湾、西はチベット高原やヒマラヤ山脈までを含む地域である。東アジアの東端は日本海、黄海、東、シナ海、 南シナ海を経て、西太平洋につながっている。北に、ロシアのシベリア、南に、東南アジアのインドシナ半島、西に、中央アジアと、南アジア、そして東に、太平洋を経て、北アメリカと隣接する地域である。中緯度地帯に位置する広大な陸地で、モンスーン、季節風の影響が、大きい特徴がある。西から東にかけて徐々に低い地形であり、 東西で環境が異なっている。西部の内陸では乾燥気候であるためにゴビ砂漠やタクラマカン砂漠があり、また、クンルン山脈とヒマラヤ山脈に囲まれたチベット高原や天山山脈に並ぶモンゴル高原がある。東部の沿岸では南は亜熱帯気候で長江が流れ、北は温帯気候で黄河が流れており、それぞれの河川領域では平地が明けている。 東アジア沿岸部を囲むように位置する日本列島や朝鮮半島は山岳地帯が多く沿岸部にわずかな平野が広がっている。現在では日本や中国、韓国、台湾、モンゴルなどの国家が成立している。温暖な気候と河川流域、モンスーンの影響によって濃厚に適した豊かな米作農業地域であることと住める土地がキーこと太平洋や東、 シナ海から水産物が豊富に取れることから人口の規模も大きい。工業化が始まったのは19世紀からであるが、日本、台湾、中国、韓国に工業地帯が形成されており、他の地域との貿易取引も活発である。東アジアでは古来より儒教や仏教の思想が各地に広まっており、それに伴って漢字や建築様式などの文化に、 オイい類似性が認められる。軍事情勢においては、台湾海峡を挟んだ、中華人民共和国と、中華民国、朝鮮半島における北朝鮮と韓国の緊張がある。東アジアの地形は、おおむね西高東帝の地勢であり、それは二つの作りやまによって形成される、内陸部の高原や盆地と、西太平洋の沿岸部に位置する平地、半島、 島々に分けて説明することができる。まず内陸では、新規作り山帯と古希作り山帯があり、新規作り山帯によって、パミール高原を起点としながら、アルプスヒマラや作り山帯に属するヒマラ山脈、カラコルム山脈、クンルン山脈、チベット高原、ウンキ高原が形成され、これは南アジアや東南アジアとの自然境界ともなっている。 さらに古希作り山帯は西部から天山山脈、アルタイ山脈、モンゴル高原、大港安霊山脈が古い山脈として形成されている。これはロシア地域との境界線の一部ともなっている。さらに、クンルン山脈と天山山脈を南北に挟まれて、タリム盆地、そしてタクラマカン砂漠があり、クンルン山脈の東北の麓にはサイダム盆地、 モンゴル高原の南方にはゴビ砂漠がある。歴史的に知られるシルクロードはこの地域のオアシスや登山道を接続して開発された通称路である。沿岸部の地帯構造としては中国陸海と呼ばれる安定陸海の上に卓上地が形成されている。そのため広大な平原が広がっており、海に流れ込む港が長港、玉江の流域、または川口で平原が開けている。 北から、両河流域の東北平原、甲河流域の河北平原、長江下流の平原が広がっている。また陸地から離れて、東シナ海、南シナ海は中国大陸の大陸方となり、その大陸方に沿って、日本列島や台湾などが環太平洋、つり山体上に列島を構成している。そこは、プレートテクトニクスの観点からは、 ユーラシアプレートと太平洋プレート、フィリピン海プレートの境界であり、比較的火山や地震の危険性が大きい特徴がある。東アジアの気候も地形的区分で示した内陸部と沿岸部で異なっている。山脈や高原で囲まれた内陸部は一般に乾燥しやすく、砂漠やステップが広がっている。一方で、東の沿岸部では、 北緯20度から55度にわたって、モンスウーンの影響から、夏の降雨量が増大する地域である。特に、中国大陸の新麗山脈、ワイガイ南、朝鮮半島南端、台湾、日本列島は熱帯気候であり、夏は高温多湿で冬は逆の条件となるような、変化に激しい地域である。場所によっては梅雨、台風、降雪などの気象状況も発生する。 ただし沿岸部であっても中国北部、朝鮮半島北端、北海道は大陸製の冷帯気候であり、年間の降雨量が少なく冬季の気温の低下が、亜熱帯気候と比べて著しい。古代のユーラシア各地では河川流域を中心に灌漑農業が発達し、東アジアでは郊外流域で中華文明が成立した。鉄製農具の開発や農法の改善、 それに伴う社会の複雑化により、全17世紀に陰王朝が成立することで国家が形成される。この頃に、長江流域にも勢力が及ぶようになる。全4世紀から3世紀にかけての戦国時代では、様々な思想家が活躍し、全3世紀で始皇帝の新王朝により統合された。紀元前1世紀までに、漢王朝により再統一され、日本では、弥生時代に入る。 三世紀から六世紀にかけて日本列島に大和王権が成立し、朝鮮半島にコウクリ、シラギ、クダラ、またモンゴルでも京都、従前といった遊牧民族が盛んに活動した。一方、中国大陸では進むによる短期間の統一を除いて400年近くにわたって国家の分裂が続いた義志南北朝時代。 6世紀頃から、モンゴル系やトルコ系の遊牧民族が、モンゴル高原から中国大陸へと南下を繰り返すようになるが、7世紀の唐の時代になると唐はその勢力範囲を、朝鮮半島から中央アジアのミールにまで伸ばした。8世紀から9世紀になると、日本では、律令国家の制度を整えるに至り、さらに唐は、北方のアルタイ山脈やモンゴル高原を拠点とする、ウイグル。 西方のチベット高原やタリム盆地を支配するトバンからの信仰を受けるようになった。そして10世紀に唐が滅んでから政治勢力は分裂し、東北平原ではモンゴル系の遊牧民が北帝国を建国して中国に対抗し、また朝鮮半島では白木から高麗へと王朝が変わった。帝国は世紀にモンゴル高原にも進出し、その地域では 天山ウイグルや聖火の勢力もあった。北大帝,帝国の勢力圏はやがてツングース系、諸神人によって、金ウ朝にとって変わられ、逃れだ。北大人は天山山脈を中心に、空気帯を建てた。また、チベット高原とその周辺の内陸部では、チベットが勢力を拡大していた。13世紀に、チンギスハンがモンゴルを統一すると、ヨーロッパや中東にも及ぶ遠征を行い、 東アジアでは、金と南宋を滅ぼし、朝鮮半島を支配下に入れ、日本以外のほとんどの地域を支配するに至った。統一された地域は、元の元で支配されたが、15世紀に元が崩壊してからは、モンゴル高原に拠点を戻し、北原、タるタ、中国大陸では民が成立した。17世紀に民が滅んで、清が成立すると支配地域を、東北地方、 モンゴル高原、チベット高原にまで拡大していた。18世紀に東アジアの情勢に変化をもたらした要因の一つは16世紀から17世紀にかけて行われたロシア帝国の勢力の拡大であり、18世紀には清と国境を接することになっていた。また18世紀にはイギリスの貿易活動が東アジアにも及ぶようになっており、清は カナンの公州に限定した上で通称を開始し、また、日本でも従来の鎖国から開国へと転換するなど、経済的、政治的な影響をもたらした。19世紀において清が、アヘン戦争、日清戦争に敗北してからは、清は、急速に、欧米列強の植民地化の対象とされる。日本では、政治改革や、軍政改革、産業転換によって近代化に成功し、 日露戦争に勝利してからは朝鮮半島と重要港湾の支配権を確保する。中国では各地で軍閥に分かれ欧米列強を排斥する運動が進められた。その運動から中華民国が新しく成立する。20世紀に入り第一次世界大戦後に中国での排斥運動と日本の大陸政策は衝突し満州事変によって 満州を掌握した日本は満州国を建国した。中国では共産党と国民党が連合して、この日本の大陸進出を排除するように呼びかけられ、第二次世界大戦、太平洋戦争で日本は敗北して、中国大陸、台湾、朝鮮半島の支配権を失った。その直後、中国大陸では国民党が共産党に敗れて台湾に渡り、 共産党は中華人民共和国を建てて、東北地方からチベット地方までの地域を領有することとなり、国民党は台湾で中華民国を再始動させた。また、日本の敗戦後に朝鮮半島は南北で分断され、北部には朝鮮民主主義人民共和国、南部には大韓民国が建国された。この南北分断はアメリカとソ連の冷戦構造の下で、 朝鮮戦争の勃発を置くことになり、東アジアは、アメリカの自由主義陣営に属する日本、韓国、台湾とソ連の共産主義陣営に属する北朝鮮、中国に分断され、カラフト、北海道、朝鮮半島の北緯47度線、そして台湾海峡では、軍事的緊張が高まることになった。1960年代後半に中国とソ連の関係が悪化したことで、 中蘇国境紛争が勃発しており、また1970年代後半には中国は4つの現代化という路線変更を行った。20世紀後半に入ると東アジア諸国では急激な経済成長が始まった。日本は高度経済成長により、1968年には GNP 世界第2位の経済大国となった。韓国、台湾、 香港は1990年代にはシンガポールと合わせたアジア四シャオロンと呼ばれるようになり、やがて先進国とみなされるようになった。中国は改革開放によって1980年代から経済成長が進み、2010年には GDP で日本を上回って世界第二位の経済大国となった。東アジアに含まれる国々、地域は以下の通り、以下の国々、 地域を含む場合もある。およそ1200万キロメートル、アジアの28%、ヨーロッパより15%大きい。すべての大陸の面積の約15%を占める。人口は15億7、500万人以上で、アジアの38%、世界全体の22%にあたり、東アジアは世界で最も人口密度の高い地域の一つである。 平均人口密度は1トルあたり130人であり、これは全世界の平均の3倍にあたる。抗議的には東北アジアオセアニア、東南アジア、南アジアなどを指すこともある。古代の頃から東アジアには、漢族、満州族、モンゴル族、朝鮮族、大和民族など50以上の民族が存在していたが、最も広大で豊浴な地域であると同時に、 東アジア地域の中心地でもある郊が長江流域を中心に、東アジア世界の形成と同様が見られた。特に六世紀末に南北朝を統合した隋は、それまで黄河を中心とする河北と長江を中心と、する河南を大運河によって接続することにこうした。隋の次の王朝となった唐はその成果を受け継ぎながら、三省六部の構築、律令制度の整備。 近年性の思考など中央集権制の国家体制を確立した。党は東アジア世界において周辺諸国からの兆候を得ながら一極集中の中華秩序を構築し漢字、儒教、律令などが日本や朝鮮など東アジア各地に伝播していった。この党の時代に形成された東アジア文化圏は党と 周辺諸国の間の施設の交換を盛んなものとし、政治的影響だけでなく、文化的影響も与えた。これは党が滅んだ後にも三王朝や清志王朝の時代に受け継がれ、東アジア地域における国際秩序の基礎をもたらしていた。東アジアは、東部の沿岸部に農業生産に適した米作、畑作地域を要しており、 西部の内陸部に牧畜に適した地域がある。米作に適した河南の長江領域は年間降水量が1000ミリを超え、気候も温暖であるために米が生産されている。米以外には麦、茶、クワ、果物、砂糖、キビなどが季節に応じて生産されている。長江下流の平原には水田が開発されており、二毛作地帯として、裏作として、小麦、 綿花が生産される。水田には適さない、丘陵地域は、茶屋、区は、養蚕の生産地域となっている。年間降水量が1000ミリに達しない、河北地方では乾燥と冬の気温から旗咲くと家畜の飼育が行われる地域である。河北平原の特徴として王土があり、これは微細な粒土から構成される気化色の土壌である。 この地域の耕作地では、考えを行って小麦、あわ、香りゃん、とうもろこし、綿花、落花生、タバコ、大豆が生産されている。また家畜としては豚、鶏も生産されている。東北地方でも畑作が行われ、特に夏の高温を利用した米の栽培が盛んである。内陸部では、ステップ地域で羊の遊牧が行われ、一部の考えが整備された地域では、 小麦や、香料も栽培されている。砂漠地帯ではオアシスが、工作地として開発されており、自給自足的な灌漑農業が行われている。小麦、綿花、どうなどが主な生産物である。東アジアは、鉱物資源も豊富であり、石炭、鉄鉱石、タングステン、マンガン、水銀、モリブデン、アンチモン、塩の生産が盛んである。 さらに石油や天然ガスの生産も行われており、東アジア地域の工業化を促している。東アジア地域で本格的な工業化が進められたのは19世紀以後である。海外の資本流入があった当初は繊維産業や雑貨工業が立ち上げられた。日本でも繊維産業が国家の政策の下で立ち上げられる。第二次世界大戦後に共産主義政権が 中国で成立し、また、日本や朝鮮など戦争からの復興が必要になってからは、重工業化のために資源開発と工業都市の開発が進められた。東北地方の安山コンビナート、河北のパオ島コンビナート、河中の武漢コンビナートは中国における工業地帯の中心であり、台湾では高尾とキールンが中心となっている。韓国には経費都市工業地帯などがあり、 日本にも太平洋ベルトを構成する3大工業地帯の中京工業地帯や阪神工業地帯、京浜工業地帯などがある。2013年の GDP は一家のようになっている。中華人民共和国などでは軍事費、軍事力が毎年大幅に増加している。コンピュータやネットワークの分野で主に西洋からの視点で東アジアという呼び方をするときは 漢字を用いて2バイト言語等のマルチバイト文字が一般的に使用される環境、国語、日本語、朝鮮語、ベトナム語の環境、CJK、または CJKV のことをまとめて指していると考えてよい。典型的な東、アジア人はモンゴロイドに属す。北方の新モンゴロイドは、毛ロコハンや毛小コヒを持つ人間が多い。その肌は薄い褐色を帯び、 白人から見ると全体的に黄色く見えるので有色種に分類される。東アジアの国々はそれぞれ独自の文化を持つが、いずれも古くは中国の影響を受けている。台湾、日本、韓国、大陸では漢字を共通して使用するほか、近年まではベトナム、北朝鮮等も漢字を使用、瓦を用いた建築や箸を用いる食文化などに、 共通点が見られる。これらの漢字を使用する、またはかつて使用していた、中国の影響を受けた国を総称して、漢字文化圏という。東アジアの原国文。東アジアにおいては、中国の民族宗教や、神道のように信者と教団の結びつきが弱い、宗教の割合が高く、集合も盛んであるため、信者であるかどうか、どの宗教の信者であるかを定めがたい場合が多い。 中国の宗教、日本の宗教を国民と宗教も参照。加えて、人口の過半数を占める中華人民共和国では、特に文化大革命期に多くの胸に対する弾圧が行われているため、信者数の正確な統計を得ることが難しい。中国の民族宗教、分類や名称については、議論があり、神教と呼ばれることもあるわ、一般に、 中国大陸での最多数派とされる信仰である。道教の影響を受けており、集合も見られ、明確に区別できない場合もある。台湾の宗教統計での道教も概ね道系統の信仰形態を指している。仏教は主に大乗仏教が信仰されている。大乗仏教のうち、中国系の仏教は日本では、神道と並ぶ多数派であり、中国、韓国にも、 一定の信者がいる。なお、ベトナムでは、最多数派である。また、同じく大乗仏教の一派である、チベット仏教は、チベット地域やモンゴルでの最多数派である。キリスト教は、カトリックとプロテスタントが中心だが、ロシアの影響が強かった地域を中心に、正教も見られる。韓国では、無宗教者を除けば、キリスト教徒が、最多数派で、このうち、役に、 三はプロテスタント、約一、三がカトリックである。中国のキリスト教には、政府の公認を受けない、カトリックの地下教会が多数存在するとされ、正確な信者数は定かではない。イスラム教は中国では、海賊のほか、ウイグルなど中央アジア系の一部の少数民族に、見られ、ほとんどがスンナ派、ハナフィー学派である。日本や韓国でも、 在留外国人を中心に、ムスリムが一定数存在し、コミュニティを形成している。儒教を宗教に分類するかどうかは、議論があるが、東アジア全域、特に中国大陸、台湾、韓国の社会に強い影響を及ぼしている。東アジアの国々の教育は、世界の中でも優れており、特に日本や台湾。 大韓民国など先進国の教育は多くの国々から賞賛されている。例を挙げると、中華人民共和国では、地方の戸籍を持つ者も北京などの大都市の学校に進学できれば北京などの大都市で暮らすことができるため、地方の戸籍を持つ者の間では受験競争が激しく、教育に熱心な家庭が多い。また、大韓民国でも受験大国と呼ばれるほど、 受験競争が激しく、合格祈願する者が多く、教育熱心な家庭が多い。また、東アジアの貧困国の一つである、朝鮮民主主義人民共和国でも、敵国語及び友好国語を学ぶことができる場合がある。東アジアの識字率は、世界の中でも総合的に上位の方であり、特に日本、台湾、朝鮮民主主義人民共和国、 大韓民国の識字率が高い。東アジアの人間開発の質はアジアの中でも優れており、2016年のデータによると東アジアのすべての国の人間開発指数が最高または高の分類にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。